はい、皆さんお疲れ様です。I'm on Observation Duty 2、再び始めていきたいと思います。今回はそしたらもう一つの、The House of the Past、過去の家かな?をやっていこうかなと思います。あ?お、なんか、ジャギジャギ。なんだこれ?え?え、なんだろうこれ。はい。Welcome to your new job。あなたは、ね、プリペア、準備はできてるか ?You know what's right, 大丈夫かみたいな感じかな。スポットアノマリー、send report,異常があったら見つけて、ただそんなシンプルなことだってことですね。good luck, thank you. これは、あれなのかなもしかして。なんだろう、一番最初この、I'm on observation duty っていうゲームができた、最初の状態だったりしますもしかして。あ、そういう感じかな。それとも、なんか、あえて古臭い感じで作ってるだけっていうことで、実際にこれ自体が古いわけじゃないのかな。だよね。なんか、割とよくできてる感じがしますもんね。で、物が散乱すぎてちょっとわかりにくいな。なんかバイオハザード1とかさ、そのあたりを思い出しますね。なんか、この辺ってわかんないか。もしさっきよりさ、物が散らかってるとか言われてもちょっとわかんないな、多分これ。わかりやすいやつだといいな。ちょっと待って。内容は、あ、ほぼ一緒かな?これは向こうなかったか?フロア、ウォールズ?床とか壁が動いてる。そんなことある?あ、あれか。もしかして、地震みたいな感じが起きるのかな?あ、待って。これ、絵増えてますよね、左側。ストレージだから倉庫かな?倉庫に、ペインティングアノマリーでいいのかな?絵の異常が起きてますと。もしくは増えてる。あ、待って。これ椅子の上にあったのかな?動いたのかもしれない。あ、パソコンついてる?あれ?これパソコンついてなかったよね。あ、ま、ちょっと待って。ちょっとまずいな。ストレージで、ムーブメントかな?ちょっと待ってね。オブジェクトムーブメントで行ってみましょう。その間に他のを探しつつ、もしかしたら私の気のせいかもしれないので、あ、違うんだ。嘘。最初からあだったっけ?あ、そうか。そしたらベッドルームで、なんだろう。オブジェクトが、成長じゃないし、消えてないし、動いてないし、え?あれ、アビスがある。アビスってあれで深淵ですよね。深淵、これなかったな。あれ?パソコンでついてたっけ?朝はもうないしな。エクストラでちょっと一回送ってみるか。あとは、あ、違うんだ。あれ?本当に?動いたとかするのかな?オブジェクトムーブメントかもしれない。というパソコンが起動した的な意味での動いた。の可能性もあるか?後ろの絵もなんかずれてる気がするしね。違うんだ。あれ?いやでも、今もう50分。このゲーム内時間で50分経ってるんで、何も起きてないってことはないはずなんですよ。なんかさ、いや、何も起きてないことはないと思うんだよな。ちょっと物増えてるに欠けるか、少し。トイレで、物が増えてます。エクストラオブジェクト。とかどうだ?なんか増えてる気はするよね。瓶とか。石鹸とかさ、石鹸あったか。てか、あのところに石鹸置かねえだろ。絶対落ちるじゃん。てかさ、このシャワー室やばくない?シャワーカーテンみたいなのないからさ、もうびちゃびちゃじゃない?あ、でも、あれか。真ん中に排水口があるから、それでいいようになってんのかな?シャベルあそこにあった気はするんだけど、さっきから。あっと、やばいっすね。何やってんだ、お前ってなってるよ、多分これ。とりあえず、マルチプル、たくさん異常が起きてるよ。見つけて教えてくれ。私たちは、ドゥームってどういう意味なんだろう ?You don't. お前ならできる。I know you can. なんか、あれだな。さっきより応援してくれるな、この人の方が。オブジェクトムーブメントしてません?あれだわ。後ろのさ、植木が増えてるのか、なんか成長してるあれ、もしかして。なんか植木鉢自体はあったんだけど、なんか木は生えてなかった気がするんですよね。
あ、そう。そしたら、増えてるかな？エクストラオブジェクト。エクストラオブジェクト。ああ、終わった。4分の0、マジか。やっぱ4つで5個目になっちゃうとやっぱゲームオーバーなのかな。あー、何にもできなかったな。ちょっともう一回やりましょうか。というわけでリベンジします。実はですね、あ、パソコンとかついてたんだ。ついてるわ。で、後ろの絵変わってたかな、今思うと。うん、左側の後ろね。で、実は私これ寝起き30分くらい撮ってるんですよ。しかもほぼ眠れなくて、ちょっといろいろ事情があってですね、ほぼ眠れなくて、ほぼ徹夜明け、兼、仮眠明け、30分くらい撮ってるんで、ろれつは回らないわ、脳みそも回らないわって感じですね、今。その時に撮るなって感じなんですけど、ちょっとですね、撮る時間がなかなか撮れなくて、今しかねえって感じで、うん、やってるんですけど、あれだね、さっき俺がこれじゃねえって言ったやつ全部そのままだね。記憶って当てにならんな。なんかやっぱり派手なやつが起きてくないとわかんないっすね。あ、さっきこの左奥の棚とかさ、ちょっとなんかちっちゃくなってたかな。歪んでたかもしれない。あれ？右上の柱歪んでね？天井まで行ってないじゃん。リビングルームで、歪みだよな、多分。ちょっと待って、翻訳するね。オブジェクトの新鮮？新鮮？収縮？あ、収縮だよな。収縮してません？これ誰なのかな？やっぱもっとくる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 どんどん回しちゃってさ、こうなんだろう。この、無理だな。二 部屋ぐらいならこれができるけど、こんだけ複数部屋があると、さすがにちょっと難しいですね。このなんだろう。このくるくる回して違いに気づくみたいのは。いや、これでもね、確かに私、オブベ1、無印のオブベはクリアしたんですよ。しかも配信の中で。今思うと結構大したことやってるなと思いますね。確か朝5時、ん？ん？あれ？なんか歪んでるように見えんだよな。気のせいかな。収縮？あれ？机の下にこんなモニターありましたっけ？あ、なかった気がするけどな。あれ？物増えてない？エクストラオブジェクト。左側の絵はあんなんだったっけ？すべてが疑わしい。でもこうやって報告していくのも大事なんだろうな。今更だけど。そう、なんか完全に気づいてからやるんじゃな。え？あってたんだ。あ、そうだよね。なかったんだね、やっぱり。ああ、よかったよかった。よしよし、これで 首は免れられるかな。リビングの絵変わってるかな、もしかして。ペインティングアノマリー？いや、あれ気づかないもんでしょう。意外と。パソコンが増えてるみたいな。案外ね。ん？なんか、すげえぼやけてんな。あ？なんかさ、トイレのタンクでかくない？ でかいよね。なんだこれ。収縮でいいのかな？トイレのタンクでかいっすよね。とんでもない量の水流れちゃうね、あんなの。てか、なんかでかくなってきたね、どんどん。気のせいか。あ、違う。なんだ？成長かな？グロース？え、あんなもんだったっけ？あんなもんだった？本当に？後ろのパイプってあんなんでしたっけ？黒いパイプのこと。あれ？そうか。あんなんだったっけ？本当に？え？トイレのタンクこんなんだった？ これはただの、あれ？制作者の、なんだろう、趣味？なの？本当に？あ、そうか。おお！ ちょっと待って、今、違う方の報告中だから。ちょっと待って。ねえ、待って。これ見てなかったらどうするっけな？戻るんだ。あ、なるほどね。トイレで、なんだ、フロアムーブメントか。ああ、こういう動き方するの。俺のイメージと違ったわ。思ったより動くね。エスカレーターとエレベーター、これ壊れるだろ、どう考えても。
エスカレーターとエレベーターは両立しねえんだよ。そういうことだよね、この動きって。なんだろう、歩く歩道って普通だろ。動く歩道、なんだろう、ディズニーランドとかさ、に行く途中の舞浜、今もあるんですかね、あれ。動く歩道みたいな。それとエレベーターを同時にやったら危ないよね、普通に。いやー、面白いもん見れたわ。満足したわ、ちょっと。どうせなら一発心霊っぽいのも来てほしいんだけどな。あれ、こんなベッドあった？いや、ベッドルームだからベッドあったんだけど、枕増えてね。なんか違和感ある。なんかツイン枕なんか、二人で寝るようではなかったような気がするんだけどな。気のせいかな。あ、気のせいか。あれあんな木箱あったっけ？エクストラオブジェクト。左奥だね。エクストラオブジェクト。あんな木の箱あったっけな。あの、棺みたいなやつ。なかったような気がするんだけど。いや、警告入っちゃったんで、正解か、やっぱり。そうだよね。なかったよね。あ、違う、なんだ？何が増えてたんだ？ドヤーって言ってたけど、え？あれ？あ、うん、あ？何が増えてた？え？何消えた？嘘？あ、わかんねえ。まあ、でもこういうこともあるわな。うんうん。首の皮一枚繋がりましたね。でもどっちにしろもうすでに首の皮なんですよ、マジで。あ、あー、終わった。あー、そっか。たくさんの異常がアクティブですよと。7分の3。あ、やっぱり4つか。あー、そういうことですね。あー、悔しい。なんかパストハウスは、あんまり派手なのか起きなそうなので。あれ？あ、びっくりした。フリーズしたかと思った。あ、てか俺録画ボタン押してるよな。あ、びっくりした。なんか左上のでちょっと俺なんか間違っちゃったかと思った。はい、スキップ。もうびっくりしねえから、お前には。あと、前回、編集しながら、なんか気づくかなと思ったんですけど、私わかんなかったっすね。編集しながらやっても。難しい。素直に難しい。あ、これかなみたいなのも全然なかった。編集で、なんだろう、これだね、これだねとか追加していこうかなと思ったんですけど、全然わかんなかったです。これ、やっぱこういうのもセンスなのかな？何の能力なんだろうね、こういうのに気づく力って。記憶力は当然あるだろうけど、それ以外何の力が必要なんだろう。待って。左側の絵ってあんな気持ち悪い唇、キスの絵だったっけ？ベッドルームのペイントが異常です？あー、違うんだ。合ってるみたい。いや、そろそろゲーム内時間で30分経つんですが、何も起きてなくない？起きてないよね。起きてないよな。起きてないよね。あ、待って。棚の上？キッチンの、右上の棚の上に鍋増えてません？あんとこに鍋置かないでしょ？エクストラオブジェクト。多分あれ増えてんじゃねえかな。でもね、俺が求めてるのはこれ地味なのじゃないんですよ。前回のさ、ね、幽霊みたいなさ、あれ？嘘？あんなとこに鍋置いてんの？バカじゃないの？この家の人。使えないでしょ？あんなの。ホコリは溜まるわ、取りにくいわ、危ないわだよ。まあ、なんだろう、ワインの瓶とかあそこに置いてんのもおかしいですけどね。これ花瓶真ん中。あ、でも、向こうってそんなに自信ないのかな？多分アメリカだと思うんだけど、どうなんですかね？アメリカとかって、確かに地震、なんだろう、大きい地震が起きて、災害が起きてるみたいのはあんまり確かにイメージないかもしれないな。でも、あれだよね。地震とかはないけど、ハリケーン？台風みたいのが、あ、待って、ドア開いてるわ。が、なんかたまに起きて、すごい被害が出てしまうみたいなのを見たことありますね。いや、やっと見つけた。スタディールーム？スタディールームだっけ？はいはいはい。ですね、ドアオープニング。はいはいはい、わかってるわかってる。そんな怒んないで。俺も必死にやってんだからさ。ごめんごめん。頑張るからさ。ああ、こっちも開いてる。キッチンも開いてますね。今回はなんかポルターガイスト的な。キッチンでドアオープニング。これそもそも何の仕業なんだろうね。幽霊？でもそっか、前回も幽霊とか出たから、
基本は幽霊の仕業なんだろうけど、生身の人間たまに出るからね。うん、そいつも来てほしいな。大抵やべえやつなんですけど。あ、今めっちゃお腹鳴った。大丈夫かな、聞こえてないかな。はい、待って、あれだな、あそこの部屋で、スタディールームで、あ、そうですよね、これですね。はいはいはい、これ確かムーブメントでいいんだったかな。やっぱりなんかポルターガイスト的なことが起きてますね。でも、わかりやすくていいな。このぐらいわかりやすいといいんだけどな。わかりやすいのが連発で来てくれたんで、あ、待って、椅子動いてるわ。左奥の椅子。ヤードの、なんだろう、オブジェクトムーブメントかな？多分椅子あんな向きじゃなかった気がするんだよね。普通にテーブルに向いて置いてあった気がする。正解だったね。今水飲んでたから何も言えなかったけど。ごめんなさいね。ちょっと寝起き、さっきもちょっと話したけど、カットしなければ話してるけど、今寝起き30分ぐらい撮ってて、ちょっとね、お腹も空いてるしね、やっぱ喉も乾くしで、ちょっと大変ですね。歯磨きはしたんだけどさ。あとは、足拭きマットちっちゃくなってない？トイレット。真ん中ら辺のさ、青いやつ。あんなちっちゃくなかったよね。あれ、足拭けないだろ。あれ、足拭きじゃないのかな？滑り止めかな？あれ？もうちょっと大きかった気がするんだけどな。気のせいかもしれない。いや、もう自信なくなってきた。でも、あ、そうだよね。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 足拭けないもんね。あ、そうだそうだ。よかった。収縮ってやっぱああいうことですよね。物がちっちゃくなってるとか大きくなってるとか。まあ、収縮だからちっちゃくなってる方か。そっか。大きくなってる方はあれか、グロースになるのかな。なんかさ、レンジの上にあんなの置いてなかったよね。ポストみたいな。レンジの上にポスト置くバカいないだろう。置いてたかな。でもこの家の人ちょっとバカだからな。可能性はあるな。あと、あれですね。下のお皿。リンゴ、みかん、リンゴって置いてあった気がするんだけど、リンゴ減ってない？この家の人バカだな。オブジェクト、なんだっけ。あ、ディサペアレンスか。あ、そうだよね。多分リンゴが消えてたんだと思うんだけど、あ、違う、リンゴじゃない。なんか消えてたんだ。どれ？何が消えてたんだろう。これはちょっと後で見比べてみようかな。ありそうなのは、コンロの上とかかな。コンロでのフライパンとかやかんが消えてたのかな。もしくは椅子かな。うん、その辺はありそう。まあ別に全部の部屋に均等に起きるってわけではないんで。あっと、絵が変わってる。ベッドルームの、絵が変わってますね。ペインティングアノマリー。あそこなんか気持ち悪いキスしてる絵だったもんね。待って。左側なんか動いてる？なんだあれ？え？ん？なんだあれ？ダイニングかな？ダイニングで、なんか黒い玉があるよね。なんだあれ？なんだ？なんかしこってる動きしてますよね。なんだ？ゴーストかな？ゴースト？ゴーストでいいのかな？他の部屋に影響してるとかはないよな、多分。バカ野郎！アウトだよ！もう、こっちみんなふざけんなよ。センシティブだよ。大丈夫かな？アウトかな？セーフかな？アウトだよな。これ動画、サムネにして。で、さっきの待って、黒いのもわかんないわ。黒いの、あれ？消えてる。あ、なるほど。あれか。頭が動いてる影だったのか。あ、なるほどね。そういうことか。向こうから光が当たってて、男が何を何してる、この頭を上下させて、何してる動きが影として映ってたのか。なるほど。
なるほどじゃねえよ、バカ野郎。あ、こっちの部屋とあっちの部屋が繋がってんのか。なるほどね。リビングダイニングみたいな感じかな。そうか、そうか、そうか、そういうことだね。はあ、なるほどね。はあ、びっくりした。まあ、なんだろう、広い意味ではゴーストでしたね。講義ではあれもゴーストと言っていいだろう。はあ、怖かった。まあ、多分これカットしてるかなと思うんですけど、あの人は特に面白いこともなく、普通に死んだんですけど、いいもん見れましたね。満足したんで今回ここまでにしようかなと思います。いや、面白いな、これ。2はもうこのまま配信でクリアしちゃって、いずれね、配信でクリアして、まあ3を動画にするとか。うん。またちょっとオブベシリーズは面白いんでやっていこうかなと思います。うん。じゃあ今回はここまでにしましょう。いやー、寝起きで気持ち悪いもん見た。まあ今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。動画を楽しめていただけたら、コメント、高評価、チャンネル登録いただけると非常に励みになります。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。